WHO 世界保健機関が武漢で調査を開始したことについて、中国外務省は国際的な研究であって調査ではないと主張しました。这是世卫组织国际专家从中方相关领域专家就新冠病毒溯源问题进行的一次交流合作，是全球研究的一部分，不是调查。中国外務省は昨日の会見で、WHO の活動を調査ではないと否定したことについて、詳しい説明はしませんでした。中国は当初から感染源とみられることを恐れていて、国際社会から調べられるという印象が定着することを懸念した可能性もあります。また、不必要な妨害や注目を減らすべきだと強調しましたが、何が妨害に当たるのか言及はありませんでした。